おい、まさかてめえが本物の死神ってオチじゃねえだろうな。なんだ、この感覚は。人、気さらぎくそわけがわからねえぞあんた、統制機構とかいうやつなんだろ知ってたら教えてくれ。俺は一体、何者なんだ邪魔すんじゃねえよ、ウサギ。 んなんで俺はこいつのこと、ウサギなんて。はぁ、はやっと諦めたか。って、うわっ飯だ、飯だとしつこいぞいい加減に仕上がれ第七機関だか、青の魔導書だか知らねえが、他を当たってくれ。俺はそれどころじゃねえんだよ。姉ちゃん。 あんたも青の魔導書とかいうのを狙ってんのかだったら教えてくれ。そりゃ一体何なんだ <laughs> なんだ今のイメージ。ここの絵研究これまさか、こいつの記憶かなあ、あんたも戸川追ってやつなんだろ他の奴に、俺の手配書は間違いだって伝えてくれねえか こんなガキまで青の魔道書か。それに俺の右手。くそ一体どうなってやがる罪だの悪だの言ってたが、一つ教えてくれ。俺は、あんたと面識があったのか言ったろ。俺はてめえを助けに来たんだ。理由なんざ知らねえがな。 その兵装、まさかいざよいか俺はなんで知ってるどこで見たんだ今のてめえはどっちだいや、もう一人はどこにいやがるその姿、どこかで。おいあんた、その剣は危険だ。早く捨てるんだな。 あんた、統制機構か第七機関かどっちでもいいけどよ。俺のことは放っておいてくれねえかなたぐ、相変わらず説教くせえじいさんだな。いや、初対面だよな。一つの体に三ついや、二つの魂か。めんどくせえ。ガキは苦手なんだよ。 こいつの目、なんだてめえ、その目で一体何を見てやがるてめえ今、俺の力を試したな。何スカウトだとちょ、何の話だ、おいまた第七機関かよ。おい、ここの重ってやつに伝えとけ。 用があるならてめえが来いってな。はぁ。なんだこいつ、化け物か。これで手加減してるとか、冗談でも笑えねえぞ。勝手に人を悪だの獣だの、決めつけんじゃねえよ。<laughs> くそ統制機構っつうのは、 こんなレベルの奴がゴロゴロしてやがるのか。悪いが、てめえのことなんざ知らねえな。そんな奴相手に、憎しみも何もねえよ。てめえが心得か。さて、答えてもらうぜ。青の魔道書って奴のことをな。悪い力が入りすぎちまっ、あ,あ 膝枕だとよくわからねえけど、それで治るのか。くそこいつは俺にとって何なんだったく、人の周りをうろちょろしやがって、反逆なんざ知らねえっつーの。なぜだこいつを見てると、他人のような気がしねえ。 この感覚、魔法かってめえ、どこかで。え <laughs>、悪趣味だな。これもエンブリオの影響ってやつかよ。ジン、てめえとの蹴りは後回しだ。分かってんだろおい、ノエルいい加減目覚ましやがれウサギ… いつまで無理するつもりだとっとと帰って休んでろよ。で、あとは任せとけ。てめえ、タオ、相変わらず飯をおごらせる気かよ俺のことを覚えてねえなら、いい加減他に行きやがれくそやっぱてめえの相手はめんどくせえな。一体なんで作ったらそんな固くなるんだ 悪いことは言わねえ。諦めな。こいつはてめえが求めるような白物じゃねえよ。まだ青を求めてるつもりかよ。てめえの目的とは違うんじゃねえのか性格はあっちと変わらねえんだな。ちった、静かにできねえのかよ、おっさん。やめとけ。 そいつをうまく使えてねえ今のてめえじゃ、どのみち俺には勝てねえよ。今はまだ、殺されるわけにはいかねえ。俺には、やらなきゃならねえことがあるからな。不思議なもんだな。何度も殺し合いをしたてめえを、こんなにも助けたいと思うなんてよ。さっさと目を覚ますこった。 そいつに飲まれる前にな。テルミの野郎、どこ行きやがったたグ、マジで世話の焼ける奴だ。いいぜ。何度でも叩き起こしてやる。あの時みてえにな。相変わらず目のやり場に困る奴だな。どけよ。俺はこの先に用があるんだ。 俺に説教してる場合かよ。いいから早く、ご主人様んとこに戻ってやれ。結構やばい状態みてえだな。世話焼かせてんじゃねえよ。てめえ、エンブリオの影響を受けてねえのか。一体何を企んでやがる だーって、近い近い近いってあんまし近寄るんじゃねえな第七機関だとお前、いつからそこに入ったんだおらお望み通り全力でぶっ潰してやったぜ。これで満足かよ、狂犬野郎。俺は俺のやるべきことをやるだけだ。正義とか悪とか。 関係ねえよ。だっせえなあ、カグラ。革命とやらははったりだったのかよ。何勝手に寝てんだ。さっさと立てよ、クソ野郎。てめえの地獄はこっからだぜ。なんだかんだてめえには世話になってたからな。これぐらいで勘弁してやるよ。 危なっかしいんだよ、てめえは。ミネルヴァ連れてどっかに引っ込んだろ。でてもういない今は寝てろ。全部終わったら、あん時の礼をしに行くからよ。正直なめてたぜ。おとなしいふりして、やるじゃねえか。てめえ、その腕、こいつと何か関係があんのか つまんねえ奴になり下がったもんだ。てめえが救った世界を、てめえで乱してんだから世話ねえぜ。その体はてめえのもんじゃねえ。さっさと返しやがれ。待ってろ。俺が必ず、そのくだらねえ夢から覚ましてやる。いい加減にしろよ、タオさっさと話しやがれ 俺はおごる金なんて持ってねえってのあんたも資格者ってやつなんだな。だったら悪いな。そいつはもらってくぜ。てめえは自分の夢とやらに走らねえのかちっ相変わらず何を考えてるのか読めねえ野郎だ。おいおい。記憶が戻っても乱暴な奴だな。 てめえの背負ってるもんを否定するつもりはねえよ。だが、その願いは却下だ。てめえはてめえの信じるもののために戦ってんだろう。だったら俺も同じだ。そう決めたんだ。<laughs> 右手が、うずき上がる。まさか、こいつと共鳴しているのか。ざまねえな、テルミ。 同じ体でも、おめん野郎の方が遥かに強かったぜ。一体何者だ、てめえ。この反応、まさか魔道書か。にしても、でけえな。